おはよう。もうこんにちは、もうこんにちはなのかな。10時半っておはようだと思ってたおはようだと思ってた。10時だよ。まだ微妙いや、みんなのあれがさ、こんにちはだからこんにちはなのかなって思ったけど、私的にはおはようでもあれなんだよね、その定休分だよね。だからあれなのかなと、なんかそういう何時からなんだろうね。一般的にはこの時間帯はこんにちはなのかな、変わってるってことわかんないけど。私はおはようだわいや10時半はまだおはよう。何時からいいかな、こんにちは。11時とかそのぐらいかな難しいよね、そこらへんね。11時過ぎぐらいだよね、そんぐらいだよね定期分早いな、変わるの。もうこんにちはらしい、ショールーム的にはショールーム的にはもうこんにちはらしい。さっきはね、立ち位置覚えてたんだ。覚えてた、昨日覚えたやつの復習をしてた。昨日1曲しか覚えてない。昨日2曲覚えようと思ったのに1曲しか覚えなかった。ダメだな、今日はあと1曲覚える。でもね、今日1曲覚えたらね、セット公演もう覚える、全部覚えたこと、頭に入れたことにはなる。覚えてるかはちょっと不安だけど、最初に本に覚えてる。あと1曲なんだ。今日中に絶対覚える。今日絶対覚えて最後の1曲を引っ越しましたんでね、覚えて明日は最初から曲を確認したい。公演の日まで毎日そうしたい。できるかな、リハもあるからな。どうだろうな、したいな。そうやって、もうね、あと1週間ぐらいだよね。あと1週間だわ、ちょうど31日だ。え、ちょうどだよね、多分。だからさ、え、今日中に絶対覚えたい。今日中に一曲。そしたら終わりだ。頭に入れるのは絶対に覚えてないけど、ところどころ完璧に覚えてることはない、絶対に完璧に覚えてない、絶対ないけど。よし、いい感じじゃん、ペース的には。1週間前に全部頭に入れれたら完璧、完璧、完璧じゃないな、ペース的にはいい感じ。そう、コンサートもあるからさ、3日にちゃんと練習できるの2日間ぐらいしかないんだよね、1日そのコンサート、他の覚えるのがなくてみたいな。だからね、そう、
今日中に絶対覚えて、でも1曲だからいけるはず、1曲ならいけるよ、合間に覚えよう。今日いける、いけるよね。配信中に覚えて、配信中、いやダメだよ、声出さないと覚えれないからさ、私あれだ、ここ何番行ってみたいな、ネタバレになっちゃうじゃん、大体分かっちゃうでしょ多分。見たことある人だったらたくさん、ここのポジションかな、でも今の時点で分かってるかもだけどさ、大体は分かってるかもだけどさ、分かっちゃうじゃん。そういつもここの時にここ行ってみたいな、声出してやんないとね、無理なんだよね、頭に入んない。そうだから、そうでは積極だからね、いやいけるはず、今日、いや絶対にいける、覚えるのは頭に入れるのはいける、うん、今日中に覚えよう。あの後忘れないようにしないとだな、置いていったら覚えれない、いや覚えれるけどさ、置いていってもこうノートに自分のやつまとめてるだけだからさ、この携帯見たら覚えれるけど、ノートの持っていきたい、忘れないようにしないと、リュックなんか置いたか、よし、音消して配信、音消して多分できないと思う、多分これですけど、今日は1があります、この配信も仕事、この配信まあお仕事のうちの一つっちゃ一つだけど、まあ、優先度はね他のお仕事の方が高いから、どうしても配信は空いてる時間にするって感じだからさ、仕方ないよね。そうね、他のお仕事の方が優先度はどうしても高いから、ナルちゃんチラッと見たけど明日やばいなって言ってた、リセット声のことかな、ミノホールとピアーリーナのコンセプト大変、確かに、え、ピアーリーナのコンセプトが3日で、3日後の6日にリセット声の千秋楽、やばいね、なんかさまださ、それさ出るってさ決まった時はさ、そう聞いた時はさ、まあ、もうちょっと先だしゆっくり覚えてこうみたいな感じだったけどさ、なんか気づいたらさ、ちょっと待ってね、なんかずれてた、すごい気づいたらもうあとちょっとなんだけど、気づいたら、このかなり優先度高い仕事だよ、だって1年間で優先度、まあね、あの自分の中では高くしたいけど、他のお仕事が入っちゃえばそりゃ他のお仕事が優先かな、他のお仕事に比べれば低い、なんだろうね、だってこのイベントはねあれなんですよ、もともとはあの参加しない、それは自由で、そう立候補制なのね、自由でね、
そう、自分の空いてる時間にするって感じ、配信を。もともとショールマンそんな感じだからね。どうしてもお仕事入ってる時はできないし、空いてる時間じゃないとできない。だからね、どうしても低くはなっちゃう、優先度。イベントやってるから優先度高いっていうわけではない、そんな感じなんだよね。なんて言ったら伝わるかな。そうだね、難しいイベントやってるから優先度が高くなる、他のお仕事よりもこっちを優先できるってわけではないっていうわけではない。個人的にはすごい優先したい、優先したいし、優先してる。そういうことですね。まあ仕方ないよね。他の仕事あるのもありがたいし、最終日にできないのは残念だけど、最後までできないのはね残念なんですけど、まあ仕方ない。離婚してアピールするの大事だから。そうだね、大事だよね、アピールするのも。離婚してね、なりたいっていう意思を見せるのもね。迷ったんだけどね、参加するか。そう、リセット公演もあるし、コンサートもあるし、めちゃくちゃ迷ったんですけど、参加するの。だって自分からさ、こう忙しくしちゃうわけじゃんその朝から起きてみたいな、朝から夜までみたいなね、自分から忙しくするわけだから、そんなに器用な方じゃないし、迷ったんですけど、これね、出なくて、その他のメンバーがイベントしてるのを見て出ればよかったなって思えるもんをやった方がいいかなと思って、私はやった。って思って、覚えなきゃいけないこともね、もちろんたくさんあるんですけど、やらないといけないこともたくさんあるけどね。参加すればよかったと思うよりかは、ね、そうやって思うんだったら、思うかもしれないんだったら参加しようかなと思って離婚しました。明日からは普通に、こんな朝からは配信する予定はないけどそうだね、そう、明日の配信時間は、そうね、いつにしようかな。でも明日さ、夜できない気がするんだよな、明日も。いつもの時間帯、23時台、なんかギリギリになりそうな予感しかしなくて、明日だから、明日も、まあ、いつもに比べたら早いかもしれない今日よりかは遅いけど、多分お昼ぐらいかな。こんな朝早くからはしないと思うけど、6時台とか7時台とかからはしないと思うけど、明日はね、そうね、多分そのぐらいになるかな。ちょっと明日のスケジュールまた分かったら言いますね。明日はどのぐらいにすると思うみたいなこと。夜はちょっと間に合いそうにないかもしれない、いろいろレッスンだったりが多分あるはず、確かそのぐらいの時間だったはず。いや、わかんない、確かそうだったと思う。
この時間間に合わないような時間だったはず。だからまさ朝ではないと思うけど、お昼あたりかな多分。まあまた決まったら言いますね。私たちゼロ食べた昨日のやつ、あれはね、配信終わった後にさ、ここに置いてあるの見て、やっぱ食べてないと思って、配信で食べようと思ってた、忘れててさ、はい、食べてないと思って急いで食べた。もう早く寝たかったからお風呂に入ってすぐ食べちゃった。忘れててさ、スケジュール決めるの、スケジュール、明日のスケジュール決めなきゃと思って、忘れてた。びっくりした、自分でも、もう忘れてたの、その存在を配信終わった後に下見たらさ、いて、びっくりした、食べてないわと。でもね、朝配信したところでさ、多分その朝配信が終わった後に寝ちゃうんだよね、絶対に。そのすぐ出なければいけないっていう日以外は絶対に寝ちゃうから、多分あんま意味ない配信のためだけに起きて終わったら寝るみたいな、多分あんま変わんないわ。もう無理だもん、だって夜の方が夜型人間だからさ、なんだろうね、夜に急にスイッチやっちゃう、やる気の。朝入んない、朝入んない、午後からしかそう、なんか自分で練習するぞみたいなスイッチ入んない、絶対絶対そう、いつも。なんかもうその披露する日が近いとかだったら、あのちょっと早めに起きてするとかはあるけど、そんなに近くもないとかだったら基本ね、夕方からしかやんない自分でやったりとか、起こしたりとかさ、練習したりするの夕方から無理だね、スイッチが入んないですね、夕方ぐらいじゃないとそんな感じ勉強とかも全部そうだった。朝から朝とかさ、休みの日とか朝からできるわけじゃん、朝とか昼からやればいいのにさ、結局やる気起きなくてさ、なんかしてても勉強しなきゃと思ってテスト勉強とかしててもなんか飽きちゃうんだよね、すぐ集中力持たなくて、やめてみたいな。夕方5時とか6時ぐらいからやりだす。あとはもう本当に夜深夜とか、深夜12時とかから2時とかそんぐらいまで、そう2時間ぐらい、11時とか12時とかぐらいから深夜までやって、遅くまでやってみたいな、いつもそんな感じやろうってなんないんだよね、やろうって思ってもすぐ飽きちゃう。でもテストの当日とかは、当日前日とかは、前日はまだな、当日はちゃんと朝からやる、当日当日だけど夜にやって、当日の朝ちょっと早めに起きて、あの夜にやったのを復習してテストに行くみたいな、朝勉強するの当日ぐらいそんな感じ、本当に夜型。朝はめちゃくちゃ苦手なんだよね、
さもう諦めまだ。なんだろうね、テストなんかね、テストはあれなんだよね、本当に多分なんだろう、私はなんていうの、なんか自分ができるっていう状態になんないともはや受けたくないって思っちゃうぐらいだから、テスト極端なんだよねきっと全然勉強できてないわかんないとかだったらもう受けたくないって思っちゃうぐらいだから思っちゃうから、なんだろうな、そのなんか勉強ちゃんとしてたら、してたらめっちゃしてたりしたら、いやもはやなんかもう受けてテスト受けたいみたいな、好きな科目とかだったらってなるけど、全然してなかったらいやもう受けたくないみたいになっちゃう。なんだろうね、なんか結果が出るじゃん点数として、そのなんかなんだろう、自分の中で納得できる数字のやつ嫌だからそのなんか低い点数出すんならもう受けなくって点数がない方がいいって思っちゃうんだよね極端だよねきっと絶対受けた方がいいんだけどね数字が出ちゃうから、結果が出ちゃうから、数字として、そうやってなかったらさ結果が出ないからさ数字として出ないんだよね、そうだからそれならやらない方がいいって思っちゃうんだよね、そうだから勉強してからじゃないと受けたくない、極端順位も出なかった、でもあれだよね順位は、中学の時はその単位ごとの順位、単位って言った今、違うね、科目ごと、なんで単位って言ったんだろう科目ごとの順位は出なかったからあれだけど、だからもし一教科でも受けなかったら順位は出ない、確か、もう覚えてない、わかんないけど、そう高校はそのあれだね、もし受けなくても科目ごとが出るから科目ごとの順位は分かるけど合計は分かんないって感じか、でも絶対一科目でも受けなかったらあの総合の順位は出ない当たり前かもだけどなんで入ればと思うでしょ、確かにね、入ればね入るまでがあれだけどね、そう、先生自身のみんなの前で言う人、えマジで、なんか高い順位だったらいいけどさ、いい順位だったらちょっと低かったら嫌だねそれ順位が良かったらさ、別になんか一桁とかだったらさ別にいいけど、言っても確かに低かったらちょっと嫌だね、
さらされるんだ、かわいそう。自分の点数は何時にも折り曲げてる。確かに、こう返してもらった時とかね、一応見えないようにこうこっそり自分だけ見るみたいな。良くても悪くても。理系のが羨ましい。理系のなのかな、わかんない。でも文系できないよ全く。国語とかめちゃくちゃ苦手だった。勉強方法はさっきも言ってたけどさ、配信でマジでわかんなくて、漢字ぐらいしか勉強したことない、本当に。なんかさ、国語の勉強ってさ、なんかとにかく本を読むみたいな言うじゃん。でも本読むのめんどくさいしなみたいな。普段読まないからさ、小説とか勉強したことない、漢字ぐらいしか。でも理系も全部が得意ってわけではない。科学とか嫌いだった。科学難しい、わかんないと思って。科学の化学反応式とか普通に苦手だったよ。そう、好きなのが理系系の科目があるってだけで、科学は普通に苦手。社会、地理歴史、現代文とかか。いやでもそんな得意ではなかった、別に得意ではなかった、得意ではなかったけど、その世界史勉強した時、世界史やった時はびっくりしたね。カタカナ多すぎて、似たような名前多すぎて。でなんか中国とかのところが出てきた時は漢字難しすぎてびっくりした。世界史やってる、世界史一番難しかったかな。まあ歴史もあれだけど、漢字が難しかったりするけど、世界史が難しかった。なんかもう似たような名前多すぎてさ、なんかもうなんかカタカナでこう覚えにくい名前が多くてみたいな。なんか中国のとかの時代のやつが、ま、なんか範囲の時はさ、漢字がもう意味わかんない、普段使わない漢字ばっかりでみたいな。まだ歴史だったらさ、こう漢字もさ、難しいのあるけどさ、難しくね、普通の漢字も多いじゃん。なんか中国のやつ難しかったな、世界史。だからそのなんかそこら辺の科目で言ったら、まだ現代文じゃん、間違った、現代文は苦手、国語系は全部苦手、現代社会がまだよかった。でも得意ではなかったよ全く。とにかく暗記、教科書を暗記って感じ。教科書を暗記、その教科書を暗記してたから、テスト期間が終わったらもう一切覚えてないみたいな。テストが終わったらもうすぐ忘れる。そんな感じ、テストの時だけ覚えるみたいな感じだった。なんかそんなに得意な、好きな科目少なかったよ勉強。なんか好きな科目は生物ぐらいかな。生物好きな科目はね。苦手な科目は英語と国語だったね。っていう。好きな科目は生物ぐらいだけど。忘れるの早い。もうすぐ忘れてた。テスト期間が終わったらもうね、もう覚えてない。
なんか謎に覚えたりする、謎にずっと覚えてたりとかするのはあったけど、そうね、そんなに好きじゃなかったからさこの勉強楽しいみたいな、そんな感じじゃなかったからさ、社会系別に覚えてはないですね忘れちゃう、そんな感じ。唯一好きだったの生物ぐらい、本当に他の科目そんな好きじゃない好きって感じじゃない。生物もかなり暗記で、なんか生物は好きだからすごい覚えれた。生物はね、そうだからあんまり生物、そうだね、暗記でやばいってなったことあんまないかも。なんか好きだから覚えれたって感じ。その歴史とかが好きだったら歴史系はすごい覚えれたんだろうけど、そんなにさ興味がなくて歴史系は。そんな感じだったかな。生物はね唯一好きだったからすぐ覚えられたかな。生物だけね、本当にこの科目はそんな。数学はまあそこまで好きってわけじゃなかったけど、できないわけでもなかったって感じかな。だから文系か理系かで言ったら理系なんだろうけど、理系も普通に苦手な科目はある科学とか苦手そう、科学は苦手だった。物理も難しかったけど、でも物理はさ本当に教える先生によってさあれなんだよね。物理ね、そうなんだよ、教える先生によってって感じだから。物理最初に教えてくれた先生、高校に入ってからそのさ物理化学生物って分かれただっけ、中学校理科だっけ、まとめてあったっけ、確かそんな感じだった気がするんだけど、先生に教えてくれる先生によってって感じ。物理はめちゃくちゃ難しいから、普通に難しい、私にとってはね難しいから、その最初に教えてくれた先生がすごい上手くて、教え方が確かそうだったはず、最初に教えてくれた先生が違ったかな、確かそうだった気がする。でそうなんだよね、そう先生が変わってからすごい分かりづらいなとか思っちゃったけどそう最初に教えてくれた先生がねすごい分かりやすくて、確かそうだ、最初がそう分かりやすかった気がする。最初の先生、次だったかな、ちょっとあんまりそこまで覚えてないや。先生によるその難しい科目とかはね、その理解するのが、物理の公式とかさ意味わかんないじゃんあれね、なんかもう頭で理解してさ覚えようとしてもさ難しいからさ、なんかとにかく暗記って感じだけど、先生が教えるのがうまかった。単純になんかあるじゃん数学とかの公式でもさ、なんかもうなんでこの公式になるのかさよくわかんない公式とか公式、私がいつも公式覚えるのはなんかよくその理解できない、頭で考えても理解できないの以外はこう、これがこうなってこうなるからこの公式になるみたいな覚え方をするのね。でもそう物理ってさなんかなんでそうなんのみたいな公式ばっかりだからさそう多いからさ覚えづらかったよ。そういうものとしてやるしかない。そう本当にそう本当にそう、数学もあるけどさそういうの、そういうもん、なんかこう球体の体積とかさ、なんかめっちゃ考えない、相当頭いい人だったらさこう説明できるかもしれないけどさ、そこまでの頭の良さはないからさね、暗記みたいな、ね、簡単な公式だったらさ大体わかるじゃん、
こうなってこうなってこうなるからみたいな。そうだからそうやって覚えないと頭に入んなくて、で覚えれなくて逆に。そうやって覚えたらこう公式忘れちゃってもこうなるからこの公式が出来上がるみたいな。覚えとけばさ、公式忘れてもさ、その公式を導き出せるというか、わかるじゃん。でもさ、そのどうやってさ、その公式が求められるのかが分かんなかったらさ、公式は暗記するしかないわけじゃん。ね、だから物理とかはね、特にそういうのが多かったから難しかった。公式なんてたくさんあるからさ。めっちゃ出てくるじゃん、物理数学。少しだけじゃないからさ。だからかな。理系なのか分かんないけど、理系の科目で好きなのが多いってだけ。私はもう文系ではないね、確実に。確実に系なのか分かんないけど、文系ではない。分かんない、理系も苦手な科目あるし。好きな科目少ないし。最後までだけのため仕事抜け出してきた。抜け出してきた。ありがとう、見に来てくれて。じゃあ始まった後頑張ってね。お仕事頑張ってください。でもみんなもかな、お仕事の合間に見てくれてる方も、そう頑張ってください皆さん。私もこの後お仕事に行きます。今日答えがありそうでないの。え、わかるね、なんか答え決まってないみたいな。あれも苦手だね、答え決まってないみたいなやつも。なんか数学、そう理系の科目はこれみたいなのが決まってるからさ、それがいいんだよね。すみに10分残しておく。合間でできるかもしれないからとりあえず10分残してます。できない可能性もあるんだけど、できる可能性を信じて残してる。もしできそうだったら17時台からする予定です。また近くなったら言います。755で言うつもり。多分みんな755見てる人が多いから755で言うつもりなんですけど、ちょっと近くならないと分かんなくて、だから一応10分残してある。体育は好き。体育は、その時のあれによるけど、やってる科目って言って、やってる競技による。走るのと泳ぐのは好きじゃなかったかな。走るのと泳ぐのは好き、なんか体育館の中でやる系の競技は好きだった。そう、バレーはもうやってたからさ好きだったけど、バスケ、バドミントンとかは好きだったかな。なんかただただ走るみたいな、短距離長距離とかも好きじゃなかった。バレエもさ走るけどさ、それボール追いかけなきゃだから走るけど、なんかただただ走るみたいなのも好きじゃない。もうそんなに足速い方じゃないからさ、遅いし、もう、なんかもう速い方とかより遅いし、普通に遅いし、あれだけど。
通に泳ぎはそんな泳げない、そこまで溺れるわけではないけど、でもそんなにさ泳がないからさ分かんないんだけど、自分がさどのぐらい今泳げるのかとか、泳がないから分かんないんだけどさ、どのぐらい泳げるんだろうな、分かんない。でも好きじゃなかった、水泳の授業。まず着替えるのがめんどくさかった着替えるのが。どのぐらい泳げるか分かんない自分で。クロール、平泳ぎ、背泳ぎはできない。背泳ぎはま学校の授業でやった記憶がないんだよね。あるかな、あったとしても多分数回。クロール、平泳ぎはできるけど、そんな、ね、長い距離泳げない。25メートル泳げるか分かんないぐらいいや本当に泳ぐの好きじゃない。今どれぐらい泳げるか分かんないけど、多分泳がないと思う。そんな犬ちゃんと泳げるよね泳げるよ、確かに。なんかもうこれ泳ぐのやめちゃったら溺れてもう無理だみたいな状況になれば泳げるかも足ごはんありがとう。そういう状況になれば、そういう状況になったことがないからさ分かんないんだけど、もう追い込まれれば慣れる、泳げるかもしれない。でもプロの授業しかないから、最近泳いでないから分かんない、どれぐらい泳げるか。じゃあ13位からランキングいきます。13位、アイスカフェアットマークリランチュさん、ありがとうございます。12位、にゃこさん、ありがとうございます。11位、ハマーさん、ありがとうございます。10位、青空アットマーク台湾さん、ありがとうございます。9位、 WY アットマーク影の守護神さん、ありがとうございます。8位、ドッカーンさん、ありがとうございます。7位、ユッチさん、ありがとうございます。6位、日野にゃんまるさん、ありがとうございます。5位、としのりさん、ありがとうございます。4位、黒圭さん、ありがとうございます。3位、ディバアットマーク、よいしょ、アットマークイコールラブノットイコールミーミーさん、ありがとうございます。2位、トッシーベビースターマンさん、ありがとうございます。そして1位がウドさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました皆さん、ありがとう。ですね、10分残してあるので、もし配信ができそうな時間があれば、時間と場所があれば、17時20分、30分とか、そのぐらいから10分間だけできるかもしれないので。また、7午後で言いますね。できるか、できそうか、できそうにないか。です。皆さん本当にありがとうございました。1週間一緒に頑張ってくれてありがとうございました。ありがとう。明日からも普通に配信はする予定なので、ぜひまた見に来てください。明日はきっとお昼頃にするかなと思ってます明日からはね1回なんですけどそんな時間をぴったり決めずにやるので、ゆるく明日からお配信しようと思ってます。ぜひ見に来てください。またね、何かこういうイベントとかあれば多分参加すると思うので、自分が本当にこのイベント参加して他のが無理になっちゃうってなんないぐらい
なんってならないなるとならないときなるとき以外は多分探すると思うので、ならない限りは それだ、限りはそれ分かんなくなってた日本語がぜひまたお願いします。もう少しですね、あと1分。さあこの配信が終わったら私は急いで準備をしなければいけない頑張ろう、急いで準備をしよう。じゃあ17時台からもしできそうだったら次はそれですね。それができなそうになければ今日がこれ最後です日本語やばいさあさあって、これが最後。じゃあそろそろかな。じゃあありがとうございました、皆さん本当に1週間ありがとうございました。また明日からもよろしくお願いします。イベントありがとう本当。じゃあ私は出かける準備を出る準備をしてきます。じゃあありがとうございました、バイバイ。時間があったらまた後でありがとうございました、バイバイ、バイバイ、またねー。